クロアチアの政治家。その他、大学教授、法律家、音楽家、作曲家としての職務経験もある。2010年より、同国大統領を一期務めた。クロアチア社会民主党所属の議会議員。民法の教授で、法律家の妻とティアナとの間に、娘のラナがいる。ザグレブで生まれる。両親は、ダルマチア地方のバシカボーダの出身であった。少年時代は、 サッカー選手を目指していた。ザグレブで初等教育及び中等教育を終える。ザグレブ大学の法学部で学び、1980年に卒業、司法試験に合格する。1985年に刑法で修士号を取得し、1994年に犯罪科学で博士号を得る。1984年から同じ大学の法学部で講師を務め、 刑事訴訟法、国際犯罪法、軽犯罪法の教授となった。これまでに多くの権威ある学術機関で客員教授となっており、ドイツフライブルクのマックス・プランクが異国、国際刑法研究所、オーストリアグラーツ大学の刑法研究所、フィンランドヘルシンキのヘウニ研究所などで客員教授となっている。また、ドイツハンブルクのマックス・プランクが異国、 国際司法研究所やアメリカ合衆国のイエール大学でも研究者として過ごした。クロアチア国内外の多数の法学や芸術家の協会に所属し、85本を超える学術、専門論文を発表している。1994年、私立のクロアチア法律センターの共同設立者となった。ユーゴスラビア紛争の時は、 セルビア人の強制収容所に囚われていた180人のクロアチア人の捕虜の救出のために活動し、国際司法裁判所や旧ユーゴスラビア、国際戦犯法廷でクロアチア代表を務めた。複数の国際的なプロジェクトにも参加し、欧州評議会の専門家として、ウクライナやモンゴル国、アゼルバイジャンの刑務所の評価に携わった。ハイポトセンターにて、ヨシポビッチは、 音楽学校で中等教育を受けており、その後もザグレブ音楽アカデミーの作曲学部でスタンコ・ホルバとの指導による音楽教育を受けていた。同アカデミーでは作曲を専攻して1983年に卒業した。1987年から2004年まで同アカデミーで講師を務めた様々な楽器やオーケストラのために50余りの楽曲を作曲した。 1985年にはサンバダカメラの作曲で欧州放送連合より一等の賞を得ている。1999年には同楽曲でポリン賞を受賞し、翌2000年にはティジュークロートザデッサイドポリン賞を受賞した。音楽活動での著名な作品としてはこの他にイグラストクリーニパーライやチューバルーデンスなどがある。これらの楽曲は、 クロアチアのミュージシャンらによって国外でもたびたび演奏されてきた。1991年により、ヨシポビッチはザグレブ音楽ビエンナーレの監督を務めている。1980年、ヨシポビッチはクロアチア共産主義者同盟の党員となった。同党を改組してクロアチア社会民主党とする際には、党憲章を執筆するなど、党内の民主化に努めた。1994年、 政界を離れて、社会民主党を離脱、法律家、音楽家としての活動に専念することにした。2003年、当時首相であったイビツラちゃんの招きに応じて政界に、復帰、社会民主党所属の議員となり、クロアチア議会における社会民主党会派の副代表を務めた。任期中の2005年には、ザグレブ市議会の議員にもなった。2007年には、 クロアチア議会の議員に再選される。2008年には正式に社会民主党の党員資格を更新し、2009年7月12日にはクロアチア大統領選挙の投稿人となることが決まった。議員として立法や司法、憲法問題に関する複数の委員会を経験し、また議会、政治の仕組みに関する議会の規則の策定にも当たった。 2009年6月20日、ヨシポビッチは大統領選挙の党内候補となった。党内で行われた予備選挙では、ルボ・ユルチッチを下し、7月12日には、党公認候補となることが決まった。ヨシポビッチは、選挙戦の前まではほぼ無名の存在であった。選挙戦では、ノバ・プラベドノストを掲げて、選挙運動を展開し、現在のクロアチアにはびこる。 根深い不正や汚職、組織犯罪に対する新しい社会や法の枠組みを訴えた。キャンペーンでは、個人の権利や平等、人権、正義勤勉さ、社会的共感、創造性などを訴えてきた。2009年12月27日、大統領選挙の第1回投票で、他の11人すべての候補者を上回る32.4%の得票を得て、 主位となったが、過半数に達しなかったため、上位二人による決選投票に持ち込まれた。ヨシポビッチとともに決選投票に進んだのは、社会民主党を離脱して、無所属で出馬していたミラン・バンディッチであり、この時14.8%の得票を得ていた。2010年1月10日に行われた決選投票では 60.、60.26%の 得票率でバンディッチを下して当選し、次期大統領となることが確定。2月18日に第3代クロアチア大統領に就任した。2015年に退任。ありがとうございます。